日本東京都足立区谷在家谷在家は東京都足立区西部の地名。現行行政地名は谷在家1丁目から3丁目。住居表示実施済み。郵便番号は123-0863。足立区西部に位置し、東京都道318号環状7号線からは奥まった場所に位置する。町域を東西に分断する形で、 東京都道58号台東川口線が南北に走り、小愚橋通りの東側が谷崎家1丁目、西側の南部が谷崎家2丁目、西側北部が谷崎家3丁目である。隣接する地域は、北は皿沼及び西以降、東は西新い、南は江北、西は鹿浜。住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば、 谷在家2の1の7の地点で23万8000円平方メートルとなっている。地名の由来は諸説あり定かでない。一説によればこの地域はかつて存在していた谷田川の流路跡の国に開拓期に植民した人々が家を構え、このことが発端となり谷在家の地名が付けられたという。他には新言衆元山金剛ポージのお膝元である、 高野さんの谷に住んでいた在家が移り住んだため谷在家と呼ばれるようになったという説がある。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては、 2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。保育、教育公園寺院神社江戸時代初頭の谷、在家地域は、現在の谷在家南部から港北一丁目及び木三丁目あたりを領域としていた高野村の一部であり、県地町や地図に谷在家の名称は見られない。谷在家の名称が登場するのは、 1678年の不益負担に反対する訴状に書かれた谷在家村の記述が最初である。この当時はまだ高野村の構成集落の一つという位置づけであった。1869年に高野村が小菅県の管轄となった際に谷在家村は一つの独立した村となり、その後は大区小区政志向や軍区町村編成法の実施などで所属する。 地方自治体や名称は目まぐるしく変遷するが、1888年の市政町村制施行により谷在家は広北村の大技となり、東京府南足立郡広北村大技谷在家となった。1932年に東京府厚生後軍八十か町村が東京市へ編入され、南足立郡が足立区へ発展的解消を経ると、 広北村も解体され大技谷在家は谷在家町となった。1971年の住居表示実施により、谷在家町と周辺諸町の一部区域をもって谷在家1丁目及び谷在家2丁目が設置され、1975年の住居表示実施で谷在家町と周辺諸町の一部区域から谷在家3丁目が形成された。これら旧所町は、 それぞれが多くの飛び地を有し、境界線も複雑に入り組んでいたが、当該地区で最も構成面積が大きかった地域が谷在家町であり、住居表示実施による町名も谷在家とされた。AB、足立区の町定別の世帯と人口。足立区。2017年12月7日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。 2017年12月7日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月7日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査、区立小中学校の通学区域表、通学区域図。足立区。2017年12月7日閲覧。学校選択制度について。足立区。2017年12月7日閲覧。 小学校の学校選択制度の改正について、足立区2017年12月7日閲覧、ありがとうございます。